右足上げの招き猫左足上げの、招き猫白黒セットの招き猫今戸焼き丸しめ猫。海安西風型、東急世田谷線の招き猫ラッピング車両東急、世田谷線車両内の招き猫型釣り川豪徳寺。招き、猫殿脇の正福猫寺と、小舐め招き猫通りの巨大招き猫。床にゃん、イオンモール床舐めに設置されている、高さ7メートルの招き猫。 オタフク公園に置かれた招き猫大王国、ソンクラー・ケンハートやイグン、オデアンデパート前の招き猫招き猫は、前足で人を招く形をした猫の大きもの。猫は、農作物や蚕を食べるネズミを駆除するため、古くは養蚕の縁起物でもあったが、養蚕が衰退してからは商売繁盛の縁起物とされている。右手を上げている猫は金運を招き、 左手を上げている猫は人を招くとされる。両手を上げたものもあるが欲張りすぎるとお手上げ万歳になるのが落ちと嫌う人が多い。一般には写真のように三毛猫であるが近年では地の色が伝統的な白や赤、黒色の他にピンクや青、金色のものもあり、色によっても学業工場や交通安全、恋愛など意味が異なる。黒い猫は 昔の日本では夜でも目が見えるなどの理由から、服猫として魔除けや幸運の象徴とされ、黒い招き猫は魔除け役よけの意味を持つ。また、赤色は放送やマシンが嫌う色と言われてきたため、赤い招き猫は山よけの意味を持つ。また、服の字が逆さまに書かれているのは、服を倒すとして、そこから似た漢字の到達を表す。 招き猫の由来にはいくつかの説がある。江戸時代の父、竹江年表家永五年の校には、浅草花川戸に住んでいた老婆が、貧しさゆえに愛病を手放したが、夢枕にその猫が現れ、自分の姿を人形にしたら、福徳を授かると言ったので、その猫の姿の人形を、今戸焼きの焼き物にして、浅草神社鳥居横で売ったところ、たちまち評判になったという。 また古い伝製品や遺跡からの出土品から、江戸時代の今戸焼き製招き猫の存在は確認でき、上記加盟5年の期日と符合する。記録では浅草寺及び浅草神社にゆかりのものである。これとは別に、平成の初め頃より浅草今戸に鎮座する今戸神社が、平成の招き猫ブームや縁結びパワースポットブームに乗り、自ら、 招き猫発祥の地として、看板を掲げ、多くの招き猫が建て祭られるようになった。その論拠は、旧、今戸八幡が、今戸焼きの産地である、浅草今戸町のうぶすながみであったことによるもので、あるが、古い文献等には、招き猫と今戸神社に、旧、今戸八幡と、旧亀岡町白山神社等、 ゴーシとの結びつきを示す記録は見当たらず、平成の招き猫ブームや、新、縁結びパワースポットブームに伴い、マスコミなどに対し発祥の地を名乗るようになった。現在神社本殿に祀られている大型の招き猫は、戦後の床滑山招き猫の形状を参考に、造形されたものであり、社務所より重要されている招き猫の形状は、陶器製、磁器製のものどちらも、江戸から、 明治の今戸焼製の伝製品や遺跡からの出土品とは異なるものであり、時代交渉的にも伝統性のない現代の創作品である。東京都世田谷区の豪徳寺が発祥の地とする説がある。江戸時代に彦根藩、第二代藩主、井伊直隆が鷹狩りの帰りに広市徳院という商事の前を通りかかった。その時この寺の和尚の飼い猫が門前で、 手招きするような仕草をしていたため、藩主一行は寺に立ち寄り休憩した。すると雷雨が降り始めた。雨に降られずに済んだことを喜んだ直隆は、寛永十年、広徳庵に、多額の寄進を新池の江戸の膨大寺と定め、広徳庵は、大寺院の高徳寺となった。歴代藩主や、性室の半数ほどの墓所が存在し、幕末の藩主で、 桜田門外の変で暗殺された大老、井伊直助の墓も豪徳寺にある。和尚はこの猫が死ぬと墓を建てて弔った。後世に境内に招き猫堂が建てられ、猫が片手を上げている姿をかたどった、招福猫寺が作られるようになった。また、同じ豪徳寺説でも別の話もある。直高一行が、 ゴー徳寺の一本の木の下で雨宿りをしていたところ、一匹の三毛猫が手招きをしていた。直高がその猫に近づいたところ、先ほど雨宿りをしていた木に雷が落ちた。それを避けられたことを感謝し、直高はゴー徳寺に多くの寄進をしたというものである。これらの猫をモデルとした著名なキャラクターが、 いいの居城であった滋賀県彦根市の彦根城の築城を400年祭マスコット、彦にゃんである。招き猫は一般に右手もしくは左手を掲げ小判を掲示しているが、豪徳寺の境内で販売されている招き猫は全部右手を掲げ、小判を持っていない。これは、昇家ではなく仏家であるいいの菩提寺であるためであると、される。豪徳寺は小判を持っていない理由として、 招き猫は機会を与えてくれるが、結果までついてくるわけではなく、機会を活かせるかは、本人次第という考え方から、としている。ただし最もこ例である上記の丸猫はそもそも、小判は、持っていない。東京都新宿区の自称院が発祥の地とする説がある。一つは、エゴタ、沼袋原の戦いで、劣勢に立たされ道に迷った、大田道館の前に、 黒猫が現れて、手招きをし、自称院に案内した。これをきっかけに盛り返すことに成功した大田道官は、この猫の地蔵村を奉納したことから、猫地蔵を経由して、招き猫が成立したというもの。もう一つは、江戸時代中期に、豪商が子供を亡くし、その冥福を祈るために顔が猫面の、猫地蔵を自称院に奉納したことが起源である、とするもの。 どちらにせよ、猫地蔵の発祥話であり、本来は招き猫像につながる話ではない。東京都豊島区の西方寺が発祥の地とする説がある。かつて当時が吉原遊郭に近い浅草製店長に所在していた頃、吉原に薄雲太夫というおいらんがいた。彼女は玉と名付けた一匹の猫を可愛がっていたが、ある日太夫が川屋に入ろうとすると猫が、 着物の裾を噛んで離さなかった。駆けつけた老主の二郎衛門のが猫の首を切り落とすと、猫の首は川屋の下駄目へと飛び、潜んでいたオロチを噛み殺した。薄雲太夫は自分を守ろうとした猫を死なせてしまったことを後悔し、西方寺に猫塚を祭り、また愛病を失い失意の太夫に、馴染み客が送った猫の貴重像を大切にし、太夫の死後に西方寺に寄進された。 これが縁起物として広まったとするものある。なお、当時は江戸時代末期に火災で全焼し、銅像も消失したとされる。京都府京都市伏見区の伏見稲荷大社が発祥の地とする説がある。他にも民間信仰説などいくつもの説があり、いずれが正しいかは判然としない。招き猫のモデルは毛づくろいの動作ではないかとする説もある。 日本一の生産地は愛知県常こ市である。他の名産地としては同県瀬戸市があり、共に市として陶器製である。他に群馬県の高崎市近郊などでだるまと共に同じ製法で生産されている。さらに近年はプラスチック製品なども登場し、今でも毎年数多くの招き猫が流通している。ソーラーパネルからの電力で実際に招く動作を 繰り返す玩具なども製品化されている。毎年9月29日は、日本招き、猫クラブが制定し日本記念日協会が認定した、招き猫の日である。この日の前後の土日を中心に、三重県伊勢市のおかげ横町、愛知県瀬戸市、長崎県島原市などで来る、福招き猫祭りが開催されている。中国でも街角にいて、手を振る機能を備えた、 金色の招き猫を見ることがある。多くは左手に占領小判を持っている。台湾では1990年代の日本文化ブーム以来、日本と同じ型の招き猫を店先やレジスターの後ろなどに置いている店が多い。アメリカ合衆国ニューヨークの中国人街では、招き猫はポピュラーな存在であり、レストランの入り口などに 日本のものとほぼ同じ型の招き猫がよく置かれている。招き猫はアメリカでも人気があり、お土産用や輸出用としても製作されている。これらは、ウェルカムキャットやラッキーキャットと呼ばれる。ただし、手の方向が日本と逆向きで、手の甲に当たる部分を前に向けている。これは手招きする手のジェスチャーが、日本とアメリカでは逆であるという文化の相違に、起因する。 和歌山電鉄岸川線の岸駅では、招き猫になることを期待され、三木猫の玉が駅長に任命されている。この玉駅長をモデルにして、愛知県瀬戸市の招き猫メーカーが製作した特製の招き猫が岸駅に送られており、これは乗降客の増加を願う意味から左手を上げる形となっている。なるせよしひ投手は東京ヤクルトスワローズ時代。 その招き猫のような投げ方から、東急ホームに、招き猫東方というニックネームを付けられた。常名市の公式マスコットキャラクター、常丹は招き猫をモチーフとしている。上記の豪徳寺近くを通る東急世田谷線は2017年9月25日から2018年9月末まで、開業110周年記念として、幸運の招き猫電車を運行している。ありがとうございます。